はい、タントンです。ケリー入荷しております。というわけで今回入荷の中で、選定をさせていただきまして、見事勝ち残った4名が、当店に、入荷いたしました。そしてこちらが、管理番号2番のソプラノゴールドになっております。というわけでちょっと引きましょう。わかるようにコーンと前に伸びる、あまり広がるフォアンという柔らかい感じよりもちょっとこう締まったコロコロ感が強いのが特徴なのが、まあケリーかなと、印象あります。私も今音聞いてそういう感じになるんですけど、まあ弾いてると少し柔らかくもうちょっとなってくるかなという印象があります。まああとは木目はやっぱりまあ音もそうですけど楽しみの一つでもありますよね。というわけで、これもかなりトラが入った、横に綺麗に入った感じですね。綺麗に入っている、ハワイアンコア、ここまでハワイアンコアがこう綺麗に入っていて、実際デラックスモデルとかたまに入ってきますけど、それと同等なんじゃないのかっていう、感じが少しします。そのくらいの、今回は木目のスタンダードなんだけど、そこまでの木目のものを、使っている印象がちょっと感じられますね。やっぱり今はすごい高騰しているので、ハワイアンコアのここまでのトラ目の入った単板というのもなかなか希少になってきている、のは事実というわけで、こちらが管理番号、ここに名札貼ってあります。2番の商品はこのソプラノゴールドでございますので、動画見て気に入ったらこの個体2番を、ご購入いただければと思います。まあ見ての通り、大変美しい、一本になっております。あとそうケリーの特徴はコストパフォーマンスはもう言うまでもないんですけど、フィンガーボードもハワイアンコア、ナットサドルもハワイアンコアで、本当木のぬくぬくしいというかウッディな感じのオールドスタイルな、技法をそのまま未だにやっている珍しいハワイ製の、メーカーさんなんで、ぜひ木が好きな人にはおすすめだと思います。というわけでこちらケリーゴールド2番ですね、ソプラノサイズになりますので、ぜひ、この入荷のタイミングでいかがでしょうか。というわけでクリスマスも近いですから、ぜひこの1本、お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。バイバイ。